マッシー、またはマッシーは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ圏のコミューン。ビエーブル・カワウガン、サクレー平野の北端に位置する。マッシーとは、ガロローマ時代のビラルスティカの所有者、マテウス、または、マテウスに由来する。しかし語学者、エルネスト・ネグルは、その著作の中で、ソーヌイ・コール・エイ・コール・ロアール圏、セーヌ・マリティーム圏、 エソンヌ県の3カ所にあるマシーは語源が同じであるとしている。ローマの仮名マッシウスにガリア語由来の設備ジオキウムがついてマッシアクムとなったとする。18世紀までリガトゥーラを用いてマッセと書かれていたが現在の綴りはすでに1793年に確立していた。首労のみが残るサントマリー・マドレーヌ教会17世紀の カッシーニ地図に描かれたマシー最初の定住地はビエーブル川を見下ろすモンゴードンという名の丘の上にあった。ガリアがローマ支配下にあった西暦300年頃、ローマ軍団長マッシウスはマクシミアヌステからモンゴードン級周囲の土地を授かりビラルスティカを作った。マッシーの土地は古いうちにいくつかの荘園に分割され555年パリオー ヒルデベルト一世は所有していた土地をサンジェルマニー・コールデイ・コールプレ修道院へ寄進した。10世紀にはマシー領主が現れ、男爵の位を得た。領主ジャンド・マシーは領土を3人の息子たち、ギオーム、エーモン、ジャンへ分割して残した。1216年、防衛設備を要した農場が作られた。これが後にビルジェニス城となった。13世紀には、 サントマリー・マドレーヌ教会が作られた。これは、現在首脳が残っている。1329年、この地には、ハンセン病患者収容施設があった。1350年に、マシー領主、ジャンヌ・ド・ボーベを介して、ピエール・ド・ビリエ荘園が返還された。14世紀から15世紀、村は百年戦争の略奪に見舞われた。 マッシー領主であったエーモンは、オルレアンの乙女の裁判に出席している。1502年、ビルジェニス城は、パリ高等法院の古高家によって再建された。1560年、荘園は、アンヌ・ド・モンモランシーのものとなった。1575年、ビルジェニスの土地は、ビニー家に渡り、近隣のビニーを加えて拡大した。イルド・フランスの農村として始まった。マッシーは、 住民の大半が野菜やドウ栽培に関わっていた。並行して最も古くに始まった産業はタイル及びデラコッタ製造であった。原材料である、近隣のビエーブル川谷で採れる粘土にことか,かなかったためである。1719年、ハンジ、クロード・ド・ゴブランが産業の盛んなビルジェニスの土地を購入し、再度拡大した。1765年、 この土地は、コンデコー、ルイ5世のものとなった。1777年、マシー男爵夫人ルイーズ・ドーモンが、モナコ大公己4世と結婚したため、マシー男爵の称号は、大公が継承した。1780年、下界、ジャックルネ・トノンが、マシー中心部の農場を買った。彼は1791年に、セーヌイコールエイコールオワーズ県選出の、 国民議会議員となった。フランス革命で、ビルジェニスとマシーの一体は没落し、ビルジェニス城は1795年に、宝石工場にされた。1802年、ニコラ・ペールが、マシーに、世界初の缶詰工場を作った。1814年、第6次大仏大同盟軍のフランス遠征時プロイセン軍は工場を廃止した。 さらに1816年には細分化されて売却された。ビルジェニス城は再建された後、1852年にジェローム・ボナパルトが購入した。1883年、フュステル・ド・クーランジュがかつての狩猟地を買い上げた。1849年の総選の開業とともに鉄道が到達。1883年と1886年に、 グランドサンチュールに接続された。これが急速な産業発展と人口流入をもたらし、公共施設が整備された。総線の電化が進む間、1934年から1937年に、かけましいパレゾン新駅が建設された。これらの成長は、第二次世界大戦で中断された。 連合国による4度の空爆で戦略的に重要とみなされたマシーパレゾー駅、1920年に歴史記念物に指定されていたサントマリー・マドレーヌ教会を含め都市の一部を破壊した。この暗黒時代、ビルジェニス城には突撃隊の騎兵隊が駐留した。戦後、イルド・フランスでの急速な人口増加と住宅不足でマシーの東部と南部に4カ所のスラムが生まれた。 1950年代から1960年代、マシーとアントニーに集合住宅群、グランアンサンブルができ、急速に都市化が進んだ。1993年、オペラ・ド・マシーが開業した。古くは、サンテュール・ルージュのコミューンであった。マシーは、伝統的に、左派傾向である。1995年、現在の市長である。 中道右派のバンサン・ドライエが誕生するまで40年、近く社会主義者、市長2人が市長を務めてきた。カルフールグループのスーパーマーケット小売本社が置かれている。アラー B 線、C 線、LGV 大西洋線が通っている。駅は以下の通り。ありがとうございます。